亀井陸両から1923年3月11日は戦前日本の新聞記者。古賀工業に勤務中、義和団事件におけるロシア帝国軍の満州中流に危機感を覚え、北京を拠点に、時事新報、順天時報で対ロ主戦論、対中共抗論を唱えたが、晩年はパリ講和会議で聞いた国際連盟構想に影響を受け、一転して、 中国圏域の放棄を主張した。明治4年2月6日、大分県下下郡、万田村に一社、亀井原理の次男として生まれた。中津に出て、山田小太郎の私塾に学んだ後、1888年上京し、1893年慶応義塾放課に進学した。在学中は、中年両社官を務めて、学士を稼ぎ、百九十五年十二月、 大学部法律科を卒業した。1897年小賀工業に入社し、足尾銅山所務課長として、足尾鉱毒事件の対応に当たった。1898年病気のため帰郷し、1900年に帰郷後は東京本店に勤務した。1903年頃在学中に愛国主義、国権主義の訓導を受けた陸良は、1902年際団の乱において、 ロシア帝国軍が満州に駐留したことに危機感を覚え、小賀工業を退職して、時事新報社に入社し、3月末北京特派員として、清氏に渡り、政府の対外拡張政策を支持して、対ロ主戦論の論人を張った。1903年には、ロシアと清氏の間で、対日戦を想定して締結されたロ清市密約の存在をスクープしたが、その際ロシア公使が、 日本が我が露国に対して戦を開くごとき外周一色立ちどころにこれを粉砕戦のみと発言したと報じて日本の世論を煽り時事新報の部数拡大に貢献した日露戦争が開戦すると青木千順大佐の特別任務班に参加し自ら工作活動に加わった1909年11月と応し1910年イギリスで ジョージ5世の戴冠式に参列した。順天寺法社長時代当中の1911年、北京において、順天寺法社長、上野岩太郎が退任することになったが、日本公使館は、陸両を公認に押すことでまとまったため、イタリア大シリンゴンスケから話を受け、9月帰国し、11月北京に着任した。就任時の社説では、 民間交流による日中進行を主張しつつも、1914年後巡社での講演においては、日本が欧米に対抗できる国力をつけるまで中国の領土保全を名目に、多くの日本人を中国に移住させ、実権を握ることを提案している。1915年頃、人欠格のため帰国したが、順天堂病院で阿久津三郎の手術を受けて回復し、北京に戻った。 1915年日本が遠征外の北京政府に対し対価21過剰要求を提出すると、これを強く支持し、政府が態度を軟化させないよう、中島正夫と共に在北京大使日を契気に圧力をかけ、帰国した中島を介して、交渉の模様を逐一日本に発信した。遠征外が中華帝国建国を計画した際にも、順天時報を挙げて反対した。 1917年段、気づい政権を援助した西原借官に憤慨して、順天寺法社長を辞職し、時事新法理事に転じた。パリ講和会議に臨む、時事新法関係者、第一次世界大戦が終結した1918年末、パリ講和会議に派遣された。会議では、ウッドロー・ウィルソン大統領が、国際連盟構想を提唱し、 当初は反感を覚えたものの、ドイツに賠償を求めるだけでは、世界平和が保障されないとの道理に納得した。北ワシントン DC で、第一回国際労働会議に参加し、1920年2月、帰国した。帰国後、会議に参加した、馬場ネゴ、小村俊三郎、佐藤康之助等と共に、松岡洋介、坂田茂次郎、田中邦主木村英志等を招いた。 座談会では、日中親善のため南満州鉄道を放棄し、満州を返還することを主張した。一水会では、中国の反日政策は日本に責任があると論じ、これを聞いた、本田熊太郎と有吉明から病気を疑われている。1921年4月の東亜新聞大会では、ウィルソン大統領の国際連盟構想に賛意を示し、愛国主義と、 国際主義を融和し、正義、行動、博愛、陽動の原則に基づき世界平和を実現することを、説いた。同年、国際連盟史において、軍備縮小、三党撤兵、労働法規制定、アヘンの四問題に取り組む、必要性を主張した。晩年は、高木陸郎の茅ヶ崎の別荘に療養した。1923年3月11日鎌倉の、 京挙で死去し、玉墓地肉公主後側24番に葬られた。海名は、革年院大進講師。ありがとうございます。